テルシオ。テルシオ、テルシは、1534年から1704年にかけて、スペイン王国が採用した、軍事編成。戦闘体系を指すとされる場合もあるが、これは誤りである。およそ700年にわたるレコンキスタを完成させた、スペイン王国は、イベリア半島の下半を支配下に置き、ヨーロッパの強国の地位を他国と争うようになっていた。 1494年、フランスのイタリア半島への侵攻によって、イタリア戦争が勃発すると、スペインは、アラゴン王国による継承権を理由に、この戦争に介入した。コンサル・フェルナンデス・デ・コレドバお総司令官として、イタリア半島へ送り込まれたスペイン軍であったが、セミナラの戦いで、フランス軍に敗北した。この当時のスペイン軍は、剣と縁立てを装備したと、ひね ジネテと呼ばれる、軽機兵を中心としていた。しかし、この編成では、重機兵とスイスやリ兵を中心としたフランス軍に、ので勝利することはできなかった。こうした背景のもと、スペイン本土において、アロンソでキンティニアラによる、組織改革が、イタリアにおいて、ゴンサロ・フェルナンデス・でコルドバラによる、戦術改革が行われた。この中で生まれたのが、コロネリア、コランリア、 コロネア友と呼ばれる部隊編成である。戦後、ゴンサロはまず、円立てと剣を廃止し、スイスやリ兵同様にパイクを持たせた。ヤリ兵には密集体系、法人を組ませ、周囲と両翼に袖のように投射兵、クロス棒、銃を配置した。さらにゴンサロは、士官の数を増加させた。それまでたった一人の士官が、兵士100人から600人を指揮していたが、 ゴンサロは兵士300人につき4人から6人の士官がくよ用させた。これは部隊の柔軟性を高めることにつながった。一つの部隊は1 0名前後で構成され、指揮官にはコロネル、コーネル、大佐の階級を与えた。指揮官の階級に由来して、こうした部隊はコロネリア、コランリア、コロネリともと呼ばれた。ただし、1503年、この新式のスペイン軍は、 チェリニョーラの戦いで、フランス軍を破ることに成功した。チェリニョーラの戦いはまた、火器と野戦築城が効果を発揮した戦いでもあった。それ以降、軍隊の中に占める火器の割合は徐々に増加していった。新式の軍事編成によって生まれた部隊をテルシオと、故障する動きは1509年に始まったとされる。この時の部隊は後にテルシベジェーホでナポーレスとなる。 1536年、カルロス五世によって発布された直霊にテルシオ、テルシという名称が登場し、これ以後テルシオという名称が一般化する。その由来には、諸説あるが、未だに定説を見ない。テルシオは発足当初から志願による兵士の募集を行っており、国家により直接維持、運営される、常備軍的な性格を持った。長期にわたる雇用は、 常に一定以上の連動、結束力を保持することができた。また即応性のある戦力として、スペイン軍の強さにつながった。テルシオは当初は、スペイン人のみから構成されていたが、1584年に、イタリア人からなるテルシオが創設されたのをきっかけに、外国人のテルシオも創設されるようになった。しかし、常備軍的な性格を持ったため、当然ながら、 その分スペインの国庫は圧迫された。これは新大陸からの金銀の流入によって潤った、スペインでも耐えきれないほどの支出であり、歴代の国王は数度にわたって国家の破産宣言をすることとなる。それでも16世紀を通して、デルシュは再生への軍団として各地で活躍した。1525年のパビアの戦いでは、 フランス王フランソは一世を捕虜にするという戦果を挙げた。テルシオの力でスペインはイタリア戦争に勝利し、フランスのイタリアへの介入を頓挫させた。ネーデルラントの反乱も16世紀末まではほぼ抑制することに成功していた。しかし17世紀に入ると、テルシオに挑戦する試みが現れる。ネーデルラントのマウリッツ・ファン・ラッサウは、テルシオを破るために、 新式の軍隊を編成し、オランダ式大隊と呼ばれる戦闘体系を編み出した。マウリッツの改革はヨーロッパに波及し、スウェーデンのグスタフ二世やドルフはそれをさらに宣伝させ、1631年のブライテンフェルトの戦いで、新生ローマ皇帝軍のスペイン邦人を破った。こうした動きを受けて、ペルシオもいくつかの改革を取り入れた。1635年、 フェリペ四世は、布告を出し、テルシオの軍政改革を進めた。テルシオ一部隊あたりの兵員定数を三千名から千名前後に削減して、指揮の効率化に努めた。時代遅れになっていた戦闘体系も完了し、スペイン法人とスウェーデン式大隊を融合させ、新体系を採用した。1637年には、 民兵をテルシオの中に取り込んで、地方テルシオと呼ばれる軍団を編成し、動員兵力を増加させた。しかし、1643年のロクロワの戦いで、大敗を喫するなど、すでに、スペインとテルシオの軍事的優位は失われていた。その後もテルシオはいくつかの改良を加えられていったが、1704年、フェリペ5世、ルイ14世の孫が、 フランス式の連隊と大隊で構成される軍勢を採用したことによって、テルシオは消滅した。現在、テルシオという軍隊用語は、スペイン外人部隊の部隊単位及び海兵隊や、第四特殊作戦集団の通称としてのみ、存在している。テルシオの公式編成は時代ごとに異なり、兵士の出身国、地域によって編成が異なった時代もあった。 しかし多くの場合公式編成は無視され、同時代、同地域出身の部隊でも編成が異なることが頻繁にあった。テルシオを構成する中隊の編成は1567年以降、公式には11名の士官、219名の槍兵、20名のマスケット兵からなる、槍兵中隊と11名の士官、224名のアーキバス兵、15名のマスケット兵からなる。 重兵中隊であったとされるが、1598年の直令により、各中隊は130名の槍兵と100名のアーキュバス兵、20名のマスケット兵からなる、槍兵中隊とマスケット兵とアーキュバス兵からなる、人数の指定されていない重兵中隊へと公式に変更された。百三十六年の直令で、中隊は十一名の士官、三十名のマスケット兵、 60名のアーキバス兵、99名のパイク兵からなる単一の編成に変更された。以下に挙げるのは実際のテルシオの編成である。出展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 。戦闘時、テルシオは槍兵と銃兵を組み合わせて一つの大法人を作った。まず、槍兵に、 重心20列から30列程度の法人を組ませる。この槍ギ法人の四方を2列の銃兵が取り囲む。この時、正面には威力の高いマスケット銃兵を置く。さらに、四隅に重心4列から6列程度の銃兵の小法人を組む。これによって全方位に資格のない法人が完成する。ただし、数字は完全定数のものである。 兵力が実際には半数だったのと同様に、こちらも割り引く必要がある。また、状況に応じて、重心の深さや、王列の長さは適宜変更した。スペインは、この戦闘体系を、クワドローデターの、野戦法人と呼んだ。他国では、この戦闘体系自体をテルシオと呼び、あるいは単に、スペイン法人と呼んだ。一見してテルシオの防御変調は明らかである。 これは、スペインの戦訓から導き出されたものだった。レコンキスタの戦いは、山岳地帯の多いイベリア半島の地勢から、その多くがイスラムの拠点を奪取する工場戦であった。ペルシオ以前の装備が、要塞突入時の乱戦に適した剣と縁立てであった、ことからもそれは伺える。イタリア戦争で、フランスの重機兵の脅威にさらされたスペインは、 騎兵の機動力と衝撃力を減災する方法を考えた。城壁、火器、残酷といった工場戦の防御的要素が導き出されるのは、そうした過去の経験からすれば当然であった。その結果、これほどまでに防御を重視した大法人が完成したのである。つまり、テルシオは不評によって構成される要塞だった。それゆえにテルシオの機動力は劣悪で、移動や、 方向転換には、莫大な時間がかかった。これは、テルシオの目的が防御にあることを考えれば、当然の帰欠であった。敵を迎え撃つだけならば、動く必要がないからである。しかしそれは同時に、こちらから攻撃に出るのが困難であることを意味した。この欠陥を補うために、スペインは、テルシオの前面に砲を配備した。これも、また、 要塞の概念を野戦に持ち込んだものだった。テルシオを破るには、工場戦と同様に、外壁、槍兵を削るか、砲撃によって体形そのものを崩すしかなかった。しかし、16世紀の巨大で鈍重な大砲では、野戦でテルシオを崩すほどの砲撃を加えるのは、難しかった。結局、スペインの敵が選択したのは、彼らのやり方を模倣することだった。 この結果、16世紀の戦場では、テルシオ同士が睨み合い、衝突して、少しずつ相手の槍兵を削っていくという光景が繰り広げられた。勝利を得るためには、相手が損害に耐えきれずに撤退するか、兵の士気が低下して、自己崩壊するのを待つしかなかった。この時代は、傭兵が軍の主力であったため、部隊としての結束力が低く、 指揮定下による崩壊は引き起こしやすかった。この点、常備軍的なテルシオは結束力が高く、優位に立つことができたのである。だが、たとえ崩したとしても、壊滅的な打撃を与えることは難しかった。テルシオでは、追撃ができなかったからである。野戦による早期の決着が期待できる時代ではなかった。戦術的にも、戦略的にも防御が重視されるようになり、 決戦よりも機動戦や消耗戦が多くなった。このため、16世紀から18世紀にかけて戦争の期間は長期化した。一方で、テルシオの戦闘体系を銃兵に取り巻かれたパイク兵の法人とする説明は誤りであり、実際には銃兵の配置や体系の形状は指揮官が敵や状況を把握して柔軟に指示するものであり、下記を有効利用するために、 戦型の人形を取ることもあったともいう。テルシオが取り得る体系はほぼ無限に存在し、16世紀から使用されていた聖射戦術と組み合わせることで絶大な脅しを発揮することができたとされる。テルシオは以下の主観からなる指揮系統を持っていた。メイスター・デカンポはテルシオを指揮する最上位の階級であり、同時に第一中隊の中隊長として、 他の中隊長と同じ責務を負っていた。遠征軍の一部として行動する際は、遠征軍首脳部の審議に参加することができたが、指揮下のテルシオ単体で行動する場合は、メイスター・でカンポが最上位の指揮官となった。またメイスター・でカンポは指揮下の部隊の指揮官を任命する権限を有し、1587年に直令によって、指揮系統の変革が行われるまで、軍事裁判権をも有していた。 戦闘時や、航軍時は、配下のセル人とメイヤーに体系を指示し、方位戦時には、砲兵と連携して、残壕や行動を掘る指示を下すことがあるため、メイスター・デ・カンポには従軍経験を通した技術的な指揮、経験が必要とされた。メイスター・デ・カンポには直接のスタッフとして8名の、ハルバード兵が割り当てられていたが、この他にも状況に応じて、 公平や対面中の士官が加わることもあった。セルジンとメイヤーは、テルシオの指揮系統において、第2位の階級であり、当初は、少尉から、後には、メイスター・でカンポによって選抜された、中隊長の中から総司令官によって選ばれた。メイスターで、カンポの不在時を除いて独立した指示を出す権限は、与えられていなかったものの、メイスター・でカンポと中隊長、 総長との仲立ち役として、公軍、戦闘体系を組ませる責任をも、体系の前を牙で通過できる特別な権利を有していた。セルジンとメイヤーは、兵士の訓練にも、責任を持ち、パイクや、火器の扱いに精通していなければならなかった。しばしば、スタッフとして将位、または対名中の士官からなる二人の助手を持っていた。キャピタンは、テルシオを構成する。 各中隊の最上位の階級であり、兵員を直接募集し中隊を創設する役目も追っていた。キャピタンは中隊の兵員の手本となることが望ましいとされており、戦闘時にはキャピタンは中隊の戦闘に立ち、中隊を直接指揮し、中隊の武装に合わせて火器やパイク、片手剣と盾などで武装していた。アルファイアスは中隊において第二位の階級であり、 中隊長の助手でもあった。アルファイアスは、軍務に引い出ていると同時に、中隊のアイコンとなる階級であった。戦場での役割は待機を保持することであり、片手で待機を持ち、同時に、もう片方の手で剣を操ることができることが、必要とされた。サージェントは、中隊の兵員の訓練と規律に責任を持っており、 また戦闘時には中隊に適切な隊列を取らせる任務があった。この任務のため、サージェントには数学的な能力が必要とされた。その権威の象徴としてハルバードを所持していた。コボー、またはコップスデアスキットらは総長の助手であり、25名の人員をまとめた隊の責任者であった。食料の配給や装備の維持、調達、 部隊の予算管理などに責任を持つ役職。各テル潮には一人のフューリーアメイヤーがおり、各中隊のフューリーアを統括していた。宗教的な面をサポートするほか、兵士たちの衣装を筆記する等の事務も行っていた。1568年、スペイン領ネーデルラントで反乱が起こり80年戦争が開始された。スペインは鎮圧のためにテルオを常時ネーデルラントに、 中頓させた。また、各地の反乱予防のために反乱軍を監視する、多数の要塞を建設した。念を追って、要塞の数は増加した。ネーデルラント総督、ナスサウハク・マウリッツは、テルシオに勝利する方法を研究した。テルシオの最大の欠陥は、攻撃に使用できない、あるいは使用しがたいという点にある。ここでマウリッツは火器に着目した。当時の火器は、 命中率、信頼性共に低いものだったが、槍法人に対しては優位に立てたからである。マウリッツは中隊の槍兵を減少させ、銃兵を増加させた。前日の通り、16世紀末のテルシオの槍、銃の比率は2、1であったが、これをマウリッツは逆転させ、1、1.2としたのである。17世紀半ばには、オランダ軍の火器はさらに増加した。以下、 16世紀末のオランダ軍の編成と戦闘体系について記述する。オランダ軍の基本編成は大体で定数は550名程度だった。内訳は士官11名、パイク兵250名、銃兵300名だった。通常、5個大体で1個連隊とした。大体はテルシオの血管を払拭するための新体系であった。 戦闘体系としてのテルシオの欠陥は二点ある。その巨大さから来るドン重さが一点。前列の兵が交戦している間、後列の兵は無駄になるというのが二点目である。これらの欠陥を改良すべく、マウリッツが編み出したのが、オランダ式大隊と呼ばれる、戦闘体系である。テルシオよりも浅い重心重列の槍兵法陣を、組ませ、その両翼内視は後方に、 同じく重心重列の重兵法人を配置するので、ある。大規模な回線では、この大隊を交互に並べた。実質的に、オランダ式大隊は、テルシオの縮小版と言えるものだった。これによって、部隊の機動力や柔軟性は向上したが、反対に防御力は低下した。しかし、マウリッツはそれで十分だと考えていた。この頃にはすでに重機兵の脅威が減少していたため、 以前ほど防御を重視する必要はなかったのである。さらにマウリッツは、正車戦術を発展させ、背面行進と呼ばれる戦術を編み出した。まず、前列の兵が正車する。その後、前列の兵は最後尾に移動して、装填を行う。その間に、後列の兵が進み出て、正車をする。これを繰り返すことによって、理論上は、簡単なく、正車を行える。 いわゆるリンバちと同じ方法論である。このような部隊行動を行うには普段からの訓練が必要であった。マウリッツは重兵の一連の行動をパターン化し、それに基づいて訓練を施した。こうした教育方法はオランダ式教練と呼ばれ各国に波及していった。スウェーデン王グスタフ2世やドルフはマウリッツ式の軍政改革をさらに発展させた。 グスタフ・アドルフは、全国的な徴兵制を指揮、動員兵力の増加に努めた。また、部隊の柔軟性を高めるため、中隊あたりの士官の数を大幅に増加させた。スウェーデン軍の基本単位は、中隊で、定数は150名であった。その内訳は、士官16名、パイク兵54名、マスケット1兵72名、事務員8名であった。通常、 八個中隊で一個連隊とし、これを行政上の管理単位とした。オランダ軍同様、戦時に数個中隊を組み合わせたが、グスタフ・アドルフは、オランダ式大隊に改良を加えて、スウェーデン大隊を生み出し、さらに上の単位として、旅団を創設した。スウェーデン式大隊は、槍兵法人の後方に、重兵法人を置き、さらに後方に、予備の重兵法人を置くというものである。 三列目の重兵はいつでも両翼の支援に回ることができ、より効率的な火力の発揮が可能となった。大規模な戦闘時にはこの大隊を複雑に組み合わせたスウェーデン式旅団を運用した。さらにグスタフ・アドルフは各旅団の間隔に連帯砲と呼ばれる軽量小型の方を配置し、全体の火力を高めた。また、グスタフ・アドルフは 背面更新以上に攻撃的な前進正射戦術と呼ばれる戦術を編み出した。まず、前列の兵が正射する。その後、前列の兵は最後尾に移動せず、その場で装填を行う。後列の兵は前列の兵の前に進み出て、聖射をする。これを繰り返すことによって敵に接近しながら、聖車を加えるのである。この前進正射戦術は敵の隊列を撃破する。 可能性を銃兵に与えた。さらにグスタフ・アドルフは、騎兵、砲兵にも改革を加えた。戦闘時、スウェーデン騎兵は、カラコールを用いず、抜刀突撃戦術、サーベルチャージを使用した。これは失われていた騎兵の打撃力を一定ではあるが、回復することができた。また、騎兵に、マスケット銃兵の小部隊を付随させ、騎兵の火力を大きく高めた。ただし、 機動力は落ちた。砲兵の充実は、グスタフ・アドルフが特に力を注いだ点だった。30年戦争に参加した1630年の時点で、スウェーデン軍は他国に倍する砲兵を備えていた。さらに、不評支援のために連帯砲を開発したことは前日の通りである。スウェーデン軍の特に傑出していた点は、これら不評、騎兵、方兵を単独の兵家ではなく、 組み合わせて運用したことである。こうした運用方法は三平戦術と呼ばれる。1631年のブライテンフェルトの戦いで三平戦術を用いたスウェーデン軍は皇帝軍のスペイン邦人を破った。このスウェーデン式軍政改革はオランダ式軍政改革と同様に大きな影響を与えた。テルシオがスペイン邦人を廃止し、 新体系を開発するのは1635年のことである。それはスペイン法人とスウェーデン式大隊を合成したものだった。イタリア戦争以来、フランスはスペインの主敵だった。16世紀初頭はテルシオによってスペインが優位に立ったが、間もなくフランスはその軍勢を模倣して対抗した。ただし、フランス軍は依然として重機兵を軍の中核にしていた。 17世紀になると、フランスは、オランダ式軍政改革を取り入れた。ここでも、騎兵を重視するフランス軍は、銃騎兵、軽騎兵、竜騎兵を組み合わせて、効果的に使用した。1643年、ロクロアの戦いで、フランス軍は、スペイン軍のテルシオを打ち破った。ブライテンフェルトの戦いと違い、本家スペインのテルシオが敗れたことで、 決定的にその価値は低下した。その後もテル潮は改良を加えられて使用され続けたが、1704年に、ルイ14世の孫フェリペ5世が、テルシオに変えて、連帯と代替の編成を採用するにおいて、ついにテルシオは消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。